かお話があるって聞きましたけど、今日はどうされたんですか？わあ、ありがとうございます。それで、どなた宛てのプレゼントでしょう？お嬢様ですか？それともお子供たち？私に？じゃあ、これって私の誕生日プレゼントですか？はあ、こんな立派なものをいただいちゃいまして。どうもありがとうございます。大切に使わせてもらいますね。そういえば、今日は救護員のみんなでパーティーをするんです。お嬢様も顔を見たがってましたし、よければ一緒にどうですか？いいんですか？それじゃあ決まりですね。きっと子供たちも喜びますよ。さあ、行きましょう。